陸上自衛隊陶器戦技教育隊は、北海道札幌市の真駒内な駐屯地に所在する、北部方面混成団例下の教育隊であり、日本唯一の陶器戦専門部隊である。通称 CWCT、または陶器レンジャー。部隊内にあった特別体育家庭教育室からは、陶器オリンピックのバイアスロンなどの競技で、毎回日本代表選手を送り込んでいた。 陶器明細を着用し、89式小銃を構える大院陸上自衛隊では、1956年に富士学校にレンジャー研究家庭を設置、1958年には研究家庭から正規の家庭に昇格させて体制を拡充した。そして1960年2月には、くっちゃん駐屯地において普通カレンジャーによる陶器訓練が行われたが、 零下30度の玄関での訓練は、陸装クラスの大ベテランが男泣きするほどの過酷さであった。この経験を踏まえて、同年5月15日、北部方面総幹部第3部に特別戦技、訓練隊準備室が設置された。そして1961年2月28日、くっちゃん駐屯地において、昭和一佐の下、特別戦技訓練隊が発足した。 幹部10名、陸装19名の体制で遊撃班とスキー班が設置されていた。1962年4月16日には、名野野駐屯地に移駐し、1964年8月15日には、北部方面隊特別戦技訓練隊として、霊属えされた。1967年には、旭川市で行われた第2師団の、 創立記念パレードで、レンジャーと染め抜かれた大器を先頭に、黒いベレー帽をかぶった隊員が行進に参加し、物議を醸した。1970年には、マコマナイ駐屯地に移駐し、1971年7月、札幌駐屯地にあった、北部方面スキー訓練隊を統合して、冬季戦技教育隊と解消した。その後、2011年4月22日には、 北部方面混成団新編に伴う招致で、北部方面直轄部隊から、北部方面混成団霊界と編成がえが、行われた。スキーを傾向し、UH-1J から展開する隊員を主に、陶器レンジャー家庭の指導を行う戦闘戦技、教育室、陶器戦当時の部隊運用の研究を行う、調査研究室、バイアスロニアスキーの教育訓練を行う。 特別体育家庭教育室からなっていた。これらのうち、オリンピック特別強化選手らからなる特別体育家庭教育室には、現在40人弱の男女隊員が所属しており、将来の自衛隊体育指導者としての教育訓練を積みつつ、冬季オリンピックでのメダル獲得を目指し日々訓練を重ねていたが、2016年3月、自衛隊体育学校励下に編成外となった。 現在は、戦闘戦技教育室、調査研究室からなる。他にも全日本スキー連盟デモンストレーターの資格を持つ隊員が所属しており、スキー技術の指導にあたる指導者の技術の向上及び、新しい技術の習得を狙いとして、毎年、全日本スキー技術選手権大会に参加している。舞台全体としても他の舞台に教育訓練等の指導を行いながら、 特殊部隊としての連動維持のため過酷な訓練を行っている。高度なスキー技術を組み合わせた国内でも屈指の戦闘技術を誇る部隊である。北海道は寒冷、豪雪地域であり、かつてソビエト連邦と対峙する第一線であった。そのため、北方重視の戦略を取っていた陸上自衛隊は兵力、 装備を集中させており、陶器の戦闘術の研究は必須であった。そのため、陶器戦技教育隊では、停止人生装備や、隊員の体力低下、損害を防ぐ戦技の研究、開発に力を注いできた。それにより、接中戦においては装備でも運用でも、アメリカ陸軍をもしのぐと言われている。アメリカ軍においても、積雪寒冷地部隊の全員が、 スキー技術を習得していることはなく、自衛隊の雪中戦での戦闘能力の高さは、世界でも屈指であると言われている。近年においては、新型スキー板の研究、開発に力を入れており、現在は、従来型の2メートル近い長さで、直線型のスキー2型を改良した、全長が短く先端部と後部が広がった形状の、カービングスキータイプのスキー3型を開発中である。 これに合わせて伸縮可能な新型ストックや、新型管磁機、新型白色外衣の開発も進められており、接中での戦闘能力のさらなる向上が図られている。これらは従来型よりも厳しい環境下で効果的なものとなっており、新型管磁機は、見行きや斜面にも対応する大型のものになっている。すでに一部の部隊では試験運用が始まっている。かつては、 対ソ連の特殊部隊的な側面が強く、レンジャー過程を優秀な成績で終了した屈強な隊員が各部隊から選抜されて所属し、さらに過酷な訓練を積むという調整部隊であった。現在はオリンピックの選手の養成機関という側面がクローズアップされがちだが、特殊部隊としての連度も維持しており、陸上総体直轄の特殊作戦群と活発に、 合同訓練を行っている。また警察庁の主催の下警察官に対するレンジャー訓練も実施しているため、各県警察と,とも交流が持たれている。その他にも原子力発電所の警備訓練や自衛隊の装備するあらゆる個人用携帯火器の訓練、潜水訓練、教習用ゴムボートによる土下訓練等の火器の訓練も頻繁に行われている。有事の際には、 隊員、装備等の編成を教育隊から特殊部隊へと編成外するものとされているが、詳細は明らかにされていない。アメリカ陸軍等に所属する積雪管冷地専門部隊と戦闘技術やサバイバル技術等の技術交流を積極的に行っており、その技術、能力は高く評価されている。その他、東野敬吾の夢はトリノを駆け巡るにおいては、 特別体育家庭教育室について取材が行われている。陶器戦技教育隊でレンジャー教育を受けると、陶器遊撃レンジャーの資格が与えられる。これは通常のレンジャー教育と異なり、修了者には特別なレンジャーフィジャンが与えられる。ありがとうございます。